入ったかな、これ入った。これなんでだろう、なんかマイク反応されてなかった。なんかたまになるんだよね、マイク反応されないことが。よいしょ、こんにちは。キンバタムズ、あ、増えてたけど消えちゃった。もういろいろしてる間に、ありがとうございます。キョバタムズ、キョバタムズ94人、ミラクルさん、ありがとうございます。ありがとう、初めて、ありがとうございます。ありがとうね。いや、ショールームじゃなくてね、パソコンたまになるの。たまになっちゃうんだよね。これ入らないこと。OK、OBS 入れましたら大丈夫。ショールームの方がいいじゃない。OBS の方がいい。たまになっちゃうんだよ。パソコンの方がいいで。なんか入らないで、何言ってるんだよ。こんにちは、どうも。初オムの方ありがとう。フォローもありがとうございます。よいしょ、こんにちは。こんにちは、どうも。たまにクレモシャって声聞こえるの、皆さんの方がいい。はい、偽夢ね、何言ってんの。白にゃんこさん、100回目の方もありがとうございます。コメント見えてる。ショールームの不具合じゃなくて OBS の不具合で、マイクはたまにね反応しなくなっちゃうんだよね。マイクだから入れ直した、入力キャプチャー一回入れたから大丈夫。シュガキさんも100回目の方もありがとう。こんにちは。分岐しないから開けないよ。ダメ、見つかってない。諦めた。買いましたし、ね。こんにちは、どうも。こんにちは。マイクスマホだとちゃんと反応する？スマホは OBS とかじゃないから。普通にそのままじゃん。スマホのマイクを使ってじゃん。パソコンで今配信してるから、パソコンは OBS で。設定しないといけないんだけど、なんかたまに反応しないんだよね。なんでかわかんないけど、でもあのマイク入れ直したから、ソースをマイクもう一回入れたから大丈夫。入力キャプチャー、もし入力いつもの方ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様、どうもこんにちは。うん、ダメ、あと1年と364日後、2年後、ゆっくりあもう早く見つかってほしいけど、でも見つかんないから、買う私の。こんにちは。2度目の方ありがとう。フォローもありがとうございます。スペースランナーウェイさん、ファンレベル14ありがとう。ありがとうね。
練習しようと思ったらマイクが入らない。そんな場面に遭遇したことありません。練習しようと思ったらマイクが入らない。なんかパソコンね、パソコン気づかない、あんま見ないからな。音声ミキさん練習前にマイクチェックしてなんか気づかない。こんにちは。あ、それとウェブに書いてたの。なんか OBS たまになっちゃうんだよね、こう。仕方ないね。マイク。こんにちは。うん。あ、してる、してるよ。してる。こんにちは。こんにちは。グーさんファンレベル11ありがとう。こんにちは。どうも。今日もお昼配信は1時間の予定です。1時5分まで。うん。腰治らなかったら、確かに。腰治らなかったらいいか。こんにちは、とも。だいぶ治ってきたよ。今日の名字はハマキです。よろしくね。ハマキね、オッケー。うん。よいしょ。目に長引くと肺炎とかにもなりかね。え、でもだいぶの、そんなずっと、なんていうの、ずっとあるわけじゃないの。だいぶ治ってきたよ。腫れ引いてきた。喉の腫れ。何頭目ですか。今何頭目これ。3ぐらい。うん、そんな長引いてるわけじゃない、私。喉の腫れ。疲れたよ。疲れたっけ。いつだっけ？金曜ぐらいから？こんにちは。痩せてると年に何回かのところですか？エビアイン探してみてもらった方がいい？めんどくさいよ。こんにちは、どうも。みんなキラボシありがとう。喉の痛みはないですね。もうない。こんにちは。どうも。4番寛解地ハマキで3つ目ハットだもんね。ペップハット。だからあと5個かこんにちは。どうも。レントさんファンレベル11ありがとう。ちゃんと3食食べてますか。食べてるよ。食べてます。大丈夫。こんにちは。明日亀川になる予定。明日亀川なの。明日の予定もあるんだ。2度目の方ありがとう。こんにちは。初詣の方もありがとう。こんにちは。早くめんどくさいよって片付け。めんどくさいよ、病院。こんにちは。毎日10時間以上寝てますか？ 10 時間以上。毎日は寝てないかも。毎日は10時間寝てないけど。ちゃんと寝てるよ、毎日。大丈夫です。こんにちは。初詣の方、ありがとう。フォローもありがとうございます。ありがとう。
こんにちは。うん、カズさん100回目の方もありがとう。ありがとうございます。枕届きましたが、ね、そんなすぐ届かないよ。早すぎだろ。この前イベント終わったって、そんな届かないですが。もうちょい時間かかると思う。ブランケットまだですね。食べてないです。いつものことありがとう。ペッパーと、そう。チェンノンがあるの。うん、初見さんコメントありがとう。こんにちは。南国は食べ尽くしたもん。だっけな。先々週くらいかな。に。お肉はまだですか？お肉は今出てますよ、イベント。お肉はイベント出てるから無理ですよ。こんにちは、どうも。あなたまだですかね、ブランケットかな。じゃあブランケット持ちのアバター作りますか。いらないよ。どんなアバター。自分は神戸牛がおすすめ。神戸牛何がいいんだろうね。お肉何がいいか分かんないよ。知識ないから。前借りお肉早いよ。枕日曜にイベント終わったばっか。そんなすぐ来ない。こんにちは、二度目の方ありがとう。どうもー。では、マルケットの件で声が悪くてパンダさん登場しない説。パンダさん、パンダさん上等。早くブランケットくださいよ。ルーマクラ半分こあげません。新品枕使って届いたら今まで使ってた枕ください。あげません。あげません。誰にもあげません。こんにちは。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうも。いつもの方もありがとう。こんにちは。こんにちは。笑いません。買えます。売りません。あげません。私のです。古い枕も全部私のです。うん、今日方も95人。 OK さんありがとう。今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。枕は古いのも私のも私のなんて誰もあげません。こんにちは、たまん。うん。それとも枕で今回のお肉を寝かして熟成させるんです。熟成ってどう、冷蔵庫ってあるの普通。やり方わかんない。さあ、あります。売る枕500円で買い取る。だから売りません。あげません。古いぬいぐるみは回収します。あげません。あげません。あんまり来るとお化けが出るよ。私のだもん。それそっちだからな。そっちだからな。二度目の方ありがとう。こんばんは。あ、こんばんはって言った。こんにちは。間違えた。こんにちはですね。二度目の方ありがとう。こんにちは。タムさんの風呂間からニーズあるのあげないですけど。ニコルさんファンレベル11ありがとう。マカの代わりにマギョあげません。あげません。マカロがいらないので許可取ってください。大丈夫。お勝負あげません。
りません。こんにちは、どうも。新品にはまた興味ない？新品買っつけなよ、みんな。新品、私枕にしようじゃん、もうみんな。私が枕変えると一緒に。一緒のタイミングで。スマイルください。あげません。スマイルちょっとこの画像で。今日はお昼は。部屋の空気荒いの？こもってるみたいな。ちゃんと換気してるよ。二度目の方ありがとう。こんにちは。どうもー。スマイルが厳しい。スマイルあげない。つらいぞ。よかったもんぞ。96人会いに行きました。ありがとう。今月もありがとうございます。ありがとうね。ゆうなの前に見に来たよ。ありがとう。ありがとうね。山枕、オークション、やるかやったらどうするかね。オークションはしないけど。しないです。部屋に壁生えてない。生えてないよ。ジメジメしすぎでしょ。良くなった？少し良くなったかも。ちょっと治ってきてる。喉はだいぶ良くなった。二の目の方ありがとう。こんにちは。どうもん。頭けんやかか。確かに。あんまお金使わないね。サイン入り枕欲しい。いくらしますか？サイン入り枕。枕にサインするの。枕にはしたことないな、サイン。するとき来るか分かんないけど。いくらか？いくらするか？サイン入り枕？しないよ。そんな。どういうこと？サイン入り枕。サイン変わりますか？サインね、どうしようかな。思ってる。どうしようかな。また考えるのもありだなとは思ってるけど、何も考えてないです。まだ私サインにするとこ。こんにちは、どうも。初おもの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。どうも。お水。こんにちは、どうも。はじめましてです。二人とも違うだろ。二人とも違うよ。何はじめましてのふりしてるの。違いますかね。どんなサインを使うか、そのままでも、まあ、考えるわ。なんかサイン書く機会ができたときにいつ来るかわかんないけど。今探してたのど飴は見つかりましたか？見つかりません。どこ行きました？どこ行っちゃったのど飴。新しく買おうと思ってる。諦めた。どっかよ。どこにやったか。記憶はないんだけど。あつあもの方ありがとう。初見の道は多分険しい。初見。無理よ、もう。もう無理よ。初見は一回しかないなら。こんにちは。こちら。こんにちは。行く癖が進んでいくのダメの。ダメ。私の顔なきゃもう。溶けて出てくるのも嫌だけど、どこしまったか記憶ないんだけど。どっかにあった記憶ないしさ。どこに行ったんだろう。机
の上にずっと置いてあると思ってたんだけど、昨日舐めようとしたらさ、あの画面なんか消えてった。消えてた。なあとにどこに行ったんでしょう、私の画面。本当にない。でもダメ。残ってたのよ、2個。そしたら袋に入っただけ。いや、ダメだな。ないんですね、なぜか。ここら辺、探してもさ。ないんですよ。ダメ。ないや。本当にどこに、どこにしまった記憶ないし、わからない、わからないよ。わからない。ソムの方、二度目の方、ありがとう、こんにちは。いや、仕事があるのでこれで失礼します。頑張ってね、頑張れ。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。SNS 聞いてみるわ、のだめどこ行ったか。聞いて何になる。もうすぐ昼休みが終わるのでまた夜配信で、ね、またね、頑張って。こんにちは、とも。なんか買ってくるのダメ。マヌカハニー買おうかな。好きだからマヌカハニー。リンゴの飴も美味しかった。この前買った。コンビニに売ってる。リンゴののど飴。なんかのど飴っぽくなくて味が普通の飴みたいな味で美味しかった。キラキラ星降る？ありがとう。ありがとうね。今日のラーメン買いに行ってくる。今日の夜は忙しいか、これから、これか分からないかも。頑張ってね。頑張る。うん。うん。おい、ありがとう。いつもの方ありがとう。こんにちは。どうも。やっほー。うん。のどあめ。あんまののどあめだね。忘れないにしないと。シスシスがごめんのどあめ届けてくれる？外にものどあめ持ってってないから。家だよ、絶対。どっかにあるんだけど。どこにあるかわかんないけど。まあいいや。私の買います。新しいのダメ買うよ、もう。どっか行ったから。うん、グランツさん。レインボーマイク？いっぱいありがとう。ありがとうね。アツアムの方、ありがとう。こんばんは。こんにちは。間違えたね。こんにちは。午後天気悪くなるかも、だから早く向いた方がいい。あ、今日も午後天気悪いの？熱あったら病院行った方がいい。もう熱はね、ない。もうじゃないわ、熱はない。喉だけ。喉だけなんですよ。いや。こんにちは。今度も安いのダメ。いや、マヌカハニーあったら買おうかな。マヌカハニーが好きだから、味、美味しい。蜂蜜の喉飴がいる。蜂蜜。
あのラーメンのさ、あの薬っぽい味が好きじゃないからさ、あんまりその味がしないやつ、あんまりしなさそうなやつ買うんだけど、いつもあの皮にはあんまさ、こう薬っていう味がしないから好き。カルラーメン、なんか薬っぽい味しない？ラーメン、粉の薬とか飲む、いや粉は全然飲めるんだけど、粉の薬、ラーメンの味があんま好きじゃないんだよね。粉の薬は全然飲める、なんかちっちゃい頃とかに飲んでた甘いやつとかさ、全然好きだったんだけど、飲めるけど。こんにちは。ラーメンの味が好きじゃない。スリッパが効きそうな気がする。ラーメンだからやだよ、ずっと口の中がさ薬の味になっちゃう。やだ、あのカハニが一番好き。うん、秘密金柑のラーメンもまあまあ甘い、それも甘い。買ってみようかな。じゃあ金柑好きかな、私金柑好きかさ分かんなくって、ね、買ったことないんだよね。好きじゃなかったらちょっとあれじゃん、龍角散しか買ったん、たくさん薬っぽい味するじゃん。龍角散はダイレクト持ってる、龍角散ダイレクト。あ、ゾムの方、あ、これやばい。あ、ゾムの方、二度目の方、ありがとう。こんにちは、初見さん、コメントありがとう。柑橘系は好き。柑橘系は、みかんとか好きだけど、柚子とかあんま好きじゃないね。柚子系。みかん、オレンジとか好き。柚子。早く直せる、味が大切のためはね。のだめ。だってのだめだからさ、こう口の中のさ、薬とかだったらさ、こんなのさ、粉末の薬でもさ、飲んじゃえばそんなずっと味続かないじゃん。飴ってさ、もうずっと口の中その味じゃん。飴なくなる時間が長いからさ、美味しいの飴がいいな。こんにちは。二の目の方ありがとう。今声分かった。さっき飴を噛まずに飲もう、喉詰まるよ、危ない。危ないよ、ダメだよ一番。うん、許可たもず97人、てらひろさんありがとうございます。今月もありがとう。あと3人で100人だね、いけそうですね。今日くしゃみです、くしゃみです。シャミでそう。やだわ。二の目の方ありがとう。こんばんはじゃないね、こんにちはだね。もう今日こんばんはって言っちゃう。こんにちはです、こんにちは。残念。うん、だったらいっそミルキーでも大丈夫なんじゃない。ミルキーダメだよ、ね、ダメじゃないじゃん。ミルキー好きだけどさ、美味しいけど。ミルキー、最近ミルキー食べてないの。ミルキー美味しいよね。甘くて。
こんにちは。手探しするだけだから大丈夫。何を言ってるんだ。何言ってるんだ。二の目の方ありがとう。おい、ありがとう。まあ、SOS なので？ん？さっき言ってたね。頑張ってね。お仕事。お仕事だよね。違うのかな？でも頑張って。こんにちは。久保田もおはよう。おはよう。おはよう。こんにちは。だから、真ん中ハニーが美味しかったよ。真ん中ハニー。わかんないけど。ここはアメリカなので、ここまで正解です。日本です。日本です。ここも日本です。生ミルキーですか？わかる。あの、コンビニに売ってるやつね。今さ、甘お味ってる。普通のさ、生ミルキーが好きで。甘お買ってないけど。生ミルキーめっちゃ美味しい。めっちゃ甘い。二の目の方ありがとう。こんにちは。二の目まして。早いよ。今日夜来れないからって。まだ1回目だよ、今日。ゾーンの方ありがとう。声死んでる。やばいよ。やばいよ。アメルキー買った。気になってるけど買ったことない。少しお高い。そう、少し高いけど、美味しい。ちょっと甘い？普通のミルクのより、ノンミルキーだから柔らかくて、甘くて、美味しいです。深夜に来たから二度目？ああ、確かに。今日もライブあるのか。今日もそんな雨降るの？今日天気いいかと思ってた。ゾームの方、二度目の方ありがとう。そもそも生のここって、唾液の分泌を流して、喉を潤した。あ、そうなの？あん。咳もひどくなった感じで、咳は変わんないですね。こんなや。こんにちは。頭の方ありがとう。生ミルキーって初めて聞いた？美味しいよ。セブンかな？セブンで売ってると。美味しい、それ。ミルキー美味しいけど、銀歯が出たかもね。確かに。生ミルキーだったら、いけるかな？美味しいよ。うん。飲めの方へと、こんにちは。だから無駄なんでも買って、あ、そうなんだ。の目の方ありがとう、こんにちは。うん、とりあえず雨なんかどっか行っちゃったからさ、あの私のこと来なきゃ。初めまして、初見さんコメントありがとう。うん、ではセブン、昨日のお昼はセブンの油そばに重たものせといた。え、セブンって油そばあるの？セブンの油そばあるんだ、知らなかった。どうもなかった、ありがとう。出まして、蜂蜜舐めるのがいい。あ、そうなの？蜂蜜なら家にあるけど。私薬より生ミルキー。何のこちゃ、何のこちゃ。じゃあペロペロキャンディーでもいい？
いや、ヤブキャンディー棒ちゃん待てよ。フチョコボール買わない。ああ、ナゲと米酢ついてるやつ、セブンのプラス、そんなのあるの、冷凍とかのやつ。初めて知った。こんにちは。ラーメン誰かに食べられた？いや、誰も食べられてないけど、うん、机の上置いてたはずなんだけど、なんか、どこ行った？あ、チンするやつ、冷凍のやつか。みんな見てみよう、冷凍コーナー。ファイマンダンプラスは本物っぽくトッピングしたら1000くらいだった。もう本物と一緒ぐらいの値段してるじゃん。うん、許可たまず98人、ありがとうございます。コン太郎さん、ありがとう、ありがとう、今月もありがとうございます。チョコボールから、そんな毎日買ってないですから、ないです。なめひなこが食べた、なんで私の家いるの。怖いよ。冷凍、あ、冷凍じゃない、チンするやつ。でも見てみろ、セブンで。今日バカそうだけど平気。これ、ラジオ配信ですから、ただの画像ですよ。画像です。いつものこと、どう？秘密などに少し残るし、殺菌剤はあるし、らしいだけど。じゃあ、蜂蜜ちょっと舐めよっかな。だって。忍び寄るひなこ確かにあるし。忍び寄るひなこ。今月も許可たまずになりました。ありがとうね。ありがとうございます。このナムラさ、350円ぐらいだよね。650円のトッピング豪華だ。確かに。150円のトッピング、何入れたの？許可たまの分身ひなこ、ん、どういうこと？ひなこが私の分身、不安だなそれ。地元の最近できた油そば屋さん、お昼時だけあってめっちゃ並んでた。え、美味しいんじゃない？そこ気になるね。初音の方ありがとう、こんにちは、どうも。画像、あ、画像、画像、あの、これね、今のこのルームの画像、これ私の分身、いや、これ私ですよ。あ、私じゃないみたい、あ、私の写真。そうそう、変えなきゃね、この写真。今の油そばも美味しかったけど、やっぱトッピング美味しかった。確かにトッピングね、お店のやつも食べたくなった、久しぶりに。お店、うん、じゃあ油そばおごって買いなよ、ファミマのやつ。バカ脱いだ方がいい。今着てないのよ別に。今 T シャツよ。ラップ爆発してなったわけはないです。ラップ爆発してなった？ん？ラップ爆発してなった？何が？こんにちは、初見さん、コメントありがとう。偽タムに違いない。写真？偽タム？いや、これ私だから。違う人みたいに言うな。いつか待ち、どこがよ。もう6月だよ。そうそう、帰んなきゃね。あんまが近くにございません。
じゃあ油そばお店で食べるしかないね。食いしかない油そば屋さん。うん。まずお店では食べたことない。じゃあその新しくできたところ、地元のそこ行ってみなよ。うん。頭の方へと無知事早。でも。ラップとともに喉爆発、ね、ラップ爆発ってこと?ラップ爆発?ってこと?ラップ爆発した?うん?うん、今日買ったまず99人。よしおさん、ありがとうございます。今月もありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。カエルスーツに着替えなよ。どういうことよ、カエルスーツって何?カエルスーツ?あ、6月だから、そんなもん持てないです。こんにちは。初音の方ありがとう。写真可愛すぎる、似せたの。やめてよ。私ですよ、これ。なんかもう体調悪い。あ、そうなんだ。一緒だ。私は喉だけだけど。これ多分おすすめしてくれたから今度行ってみる。行ってみて。私も油そば食べたいな。温玉入りトッピングの、油そば食べたい。二度目の方へと、こんにちは。潰すのは可愛い。ね。病院って。あ、ちょっと長引いたら行くわ。ひなこにもコロナうつした。いや、コロナじゃないと思うんだよ。コロナの時と全然症状違う。喉だっけ。インフルでもないんじゃない。喉、インフルで喉こうなったことないよ。二度目の方ありがとう。今日は少し空気がひんやりして過ごしやすい。うちはちょっと暑くてエアコンつけてる今。パソコンもつけるし、エアコンつけちゃった。こんにちは。痛みはないですね。もうだいぶ冷えてきた。腹入ってて喉すごい冷えてきた。扁桃炎とかなのかな、わかんないけど。うん、よかったもん。100人すいたかくんさん、今月もありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。100人、もう4日で100人だって。めっちゃペースいいぞ。嬉しい、ありがとう。いつもの方、二度目の方やと、ダニアレルギーはない。ダニはない。こんにちは、うとも。たまたま。いやね、アレルギーじゃないよこれ。乾燥だよ、乾燥。絶対にそう。痛いなら高熱じゃないか、扁桃炎じゃないか。喉腫れてた。でもだいぶ喉の腫れ引いてきて、もうちょっとになる、きっと。せのメンタルハウスで聞かれたものが多かった。あ、そうなの。よし、みんなありがとうね。うん、頭の方ありがとう。こんにちは。
こんにちは。もう返答じゃないわ、これはもう感想でやられただけだな。喉が乾燥して、なんかほっぺもさ、めっちゃ乾燥してて、それで部屋が乾燥してたの。乾燥してる部屋で寝ちゃった。マウスの充電がないな。マウスの充電ないから。 OK、 マウスの充電切れてた。消えてたじゃなかった。あと 15% になってるわ。充電さす。最近猫さ、アレルギーじゃない。乾燥、乾燥。乾燥。猫アレルギーもね、言うことないんだよ、私。ちょっとしか反応ない。いつもの方、2度目の方、ありがとう。買いすぎ買おうよ。買いすぎあるよ。ある。飲めなかった、厚物の方へと。こんにちは、とも。ちょっと、GH開こう。うん、OK。私の充電切れちゃった。聞こえ方によってやばい。私の充電？どういうこと？マウスの充電が切れて。マウス、充電切れてない。少なくなった。15% になった。充電していった。二度目の方、厚物の方、ありがとう。こんにちは。外でも開発しないと外でも開発、どうやってするんだよ。2でも2個食える、1位目指します。確かに2以上でお肉食べれる。できるだけを目指して頑張ります、今回のイベントも。充電できるマウスなんですね。これあの、なんていうワイヤレスのマウス使ってる。充電いるから、これだいぶ持つけど、充電たまに充電しないと。有線じゃない、この私が使ってるやつ、ワイヤレスです。マッキーさん、ファンレベル11、ありがとう。二度目の方もありがとうございます。こんにちは。ドムの方もやと。サイはね、サイは何もなかったかな。サイは、あ、インスタに載せてもらうみたい。当社運営のカフェかけるライバー、カフェラバー、インスタグラム、掲載権獲得だって。インスタで、だから、告知してもらえるみたいな感じらしいです。電池じゃなくて充電、あ、そうそう、充電のタイプのやつ、電池じゃなくて、ロジクールの G703。 もう最近ホテル泊まったくせに喉痛めたから返すし、確かにホテルとか特にね、乾燥するよね。うん。二度目の方、初めの方、ありがとう。こんにちは。公式部隊もさ、集まってるから、確かに。ね。めっちゃ集まってるみたい、今回のやつ。
こんにちは、どうも。やっほー。初音の方、二度目の方、ありがとう。3位の商品の方が良くない？どういうこと？ 3 位はないよ。もうほぼ、インスタ掲載権獲得しかない。1位には、1位が高級ブランドから選べる和牛ブランド、和牛ギフト券と、あとインスタの掲載権。2位が有名ブランド牛から選べる和牛ギフト券と掲載券。3位はお肉なくて掲載券のみ。ですね。二度目の方、ありがとうございます。風邪ちょっと喉やられてて、声ガラガラです。こんにちは。最後はね、お肉ない。2以上かな、お肉。こんにちは。二度目の方、どうも。やっほーって言ったけど、そう返してほしいじゃないよ。違いますよ。こんにちは、どうも。栄養不足だからお肉食べないと。栄養不足今。お肉食べないとだ。お肉お肉。こんにちは、どうも。チーニーもインスタに載せてもらう。あ、そうそう。載せてもらえる。そうだよ。タンパク質ね、大事。肉に執着する気が。お肉大事です。お肉大事。アザムの方と、12分ありがとう、教えてくれ。じゃあそろそろランキングもかな。13位からランキングを読めます。13位大地さん、ありがとうございます。12位ふむさん、ありがとうございます。11位イコルさん、ありがとうございます。ちょっとどうじゃば。10位ワイパルさん、ありがとうございます。9位モスさん、ありがとうございます。8位、にゃんばくさん、ありがとうございます。7位、かねやんさん、ありがとうございます。6位、ゆうちゃん、ありがとうございます。5位、しんさん、ありがとうございます。4位、こんたろうさん、ありがとうございます。3位、やすさん、ありがとうございます。ハッシュタグ、ブランケット待ちになってた。ありがとうございます。2位、はまあきふろまんさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございました。ありがとう、今日もお昼配信ありがとう。また夜は多分1回になるかな、今日1回配信になると思います。多分また配信する時間はお知らせしますね、夜。私は少しお昼寝します。早く声直さなきゃね。あと、のだめ買ってくよ。ザムの方、ありがとう。お大事、ありがとうね。ありがとう。声がね、出ないから。あと、抜き合いしなきゃね。留学さんダイレクトを舐めてから寝ます。お疲れ様です。お疲れ様。お母さん、何ですか。ゆっくり休んでるの、ありがとうね。ありがとう。いや、無理しなくていいから、ありがとう、優しい。ありがとうね。こんにちは、どうも。次です。ありがとう。ありがとう。二度目の方もありがとう。どうも。喉が大丈夫。
なんだっけ、なんか直したいけど全然飲んない。そうそう、終わろうかな。じゃあまた夜配信で時間決まり次第ファンルームでお知らせしますね。お仕事の方頑張ってね今日もお昼配信ありがとうございました。また夜配信で、またねー、バイバーイ。